で、実際に催眠の範囲にはどうしたらいいんでしょうかっていうふうなことなんですけども、そのやり方なんですが、この両手の親指の中にギュッと握りしめてやります。この両手の親指っていうのはこの自分自身なんですね。それをこうやって握りしめるんで、自分で自分を守ってますっていうことなんで、安心して入りますよってことはまず、思っていただくと。で、こうやって言うと疲れちゃうんで、これを揉むのに乗せておくと。で、両手の親指の中にギュッと握りしめと。で、目をギュッとつぶり、歯を食いしばってやります。で、その後にお腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。全身にグッと力を入れて、かつ3つ数えたら息を吐きます。1つ、2つ、3つ、はーとかつってですね、今度のはーっていうのは口から思いっきりはーって脱力するんですけども、で、この時にですね、このところに顔赤って書いてあるんですけども、顔が真っ赤になるぐらい体全体の筋肉に力を入れるっていうふうなことと、思いっきり脱力をするためには鼻からふーんと息を吐くんじゃなくて、口から思いっきり息をはーっと吐き出すと。そうすると、催眠っていうのは筋肉の力が緩んでいた方がうまくいくんですよね。それなんで、思いっきり筋肉に力を入れて、思いっきり脱力して、脱力っていうのはこれなんだなっていうふうなものをしっかりとここで感じ取ってもらうと。その後はさらに脱力をさせていくためにですね、つま先から力を抜けた、肩から力を抜けた、足首から力を抜けた、ふくらはぎから力を抜けたって感じで言ってきますんで、なるほど、両足から力を抜いてとってもいい気分だなと思うと、とってもいい気分になります。催眠アンチでですね、自分から抜けたって思うと抜けますんで、でも抜けたかどうかだから試してみようと思うと、今度はまた緊張しちゃいますんでですね、試さずにただひたすら抜けた抜けた、抜けて気持ちがいいって思ってると、どんどん抜けていきます。で、これを両手から抜かして体全体から抜かすというふうなことをやって、で、とってもリラックスした後に草原をイメージしてくださいと。こんな感じで草原をイメージしていきまして、ゴルフ場の芝生でも、からのですね、土手でもですね、昔遊んだ野原でもいいんですけど、こういったのをですね、イメージしていただくと。で、ここにですね、ドラえもんのどこでもドアが置いてあるというふうに思い描いていただきまして、どこでもドアを開けると心の奥底に続く階段があると。で、怖い階段じゃなくて、こういうですね、なんか絨毯が敷いてあるようなですね、素敵な階段を思い描いていただきまして、階段を1段降りるごとに催眠が10倍ずつ深くなるというふうに暗示をしてもらうと。そうすると実際にですね、降りた、深まった、降りた、深まった、降りた、深まった、どん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 降りていくと、すごい催眠の深い状態になるっていうような気持ちになれますんで、で、そうしたらですね、目の前にもう一つの扉をイメージして、その扉を開けるとですね、こういった、施設がある部屋がありましてですね、で、そこに、この椅子に座ってリラックスすると。それで催眠の状態を深めるというふうなことをやっていくと、催眠が深まりますと。で、催眠が深まっていったら、いろいろワークを今日はやるんですけども、やった後にですね、催眠を覚ますと。催眠を覚ますのを開催眠って言うんですけども、だけども、この催眠がうまく覚めたかどうか心配で心配でしょうがないっていうのはたまにいるんですけど、大丈夫ですと。催眠状態になった後、何もしなければですね、勝手に催眠が解けて覚醒状態に戻りますよと。で、ものすごく深い催眠の状態になってですね、その時に、寝不足だったりなんかすると寝ちゃいますよというような感じですね。でも寝て起きた後はすっきりしますよって、これがなんですけども、ところが催眠中はですね、潜在意識の扉が開いてるんで、ネガティブなことを考えると、あそこに、プラスを入れるんじゃなくてマイナスを入れちゃうことになっちゃうんで、用もないのに催眠の状態でいるっていうのは、良くないことが起こるかもしれないと。そこで催眠を覚ましましょうと。具体的な催眠を覚ます方法はどうやってるかというと、意識的に催眠を解こうと思うと。で、その後深呼吸をして、体中の筋肉に力を入れたり緩めたりして、伸びをして目を開けると。こうするとですね、催眠が完全に覚めます。でも、なんかまだ催眠から覚めたくないのに、催眠の途中で催眠が浅くなってしまったと。こういう時にはどうするかというと、意識的に催眠の状態を深めようと思う。深呼吸を3回して心を落ち着けると。これでですね、催眠を深めることができます。ですから、催眠を解こうと思ったら、解こうと思って深呼吸をすると、深めようと思ったら深めようと思って深呼吸をすると、これでですね、催眠が解けたり深まったりします。ですから、催眠っていうのは催眠師に深めてもらったり解いてもらったりなんかするんじゃなくて、自分の意思でどうにでもなりますよと。なんか催眠のショーでですね、はい、あなたの手がぴったりとくっつきましたと。もうあなたの手はいくら頑張っても外れませんとかって言った時にですね、催眠のショーを楽しみたいなと思ったら、この
催眠の状態を深めようと思って深呼吸をすると、なるほど、いくら引っ張っても取れませんねなんですね。でもなんかこの催眠術師は信用できないと、もうこれで終わりにしたいなと思ったら、催眠を解こうと思って深呼吸をするとスッと話すことができるということでですね、催眠というのは自分の意思でどうにでもなると、深くしたり浅くしたり、瞑想も両方そうですけども、自分の意思で深くしたり浅くしたりすることができるんですよね。というようなところで、これからですね、実際にですね、催眠の状態になっていただきまして、催眠の状態というのはどういうのかというのをですね、体験していただきましょうと。で、どうやってやるかというと、まずですね、お父さんについて思い描いて、で、通常の状態でお父さんについて思い浮かんだことを紙に書くと。で、その次に私の催眠の誘導を聞いていただきまして、催眠の状態になったらはまたお父さんについてですね、書いてみようと。で、催眠の時には目をつぶってますんで、目をつぶりながら書くと字が上手に書けませんので、どうやって書くかっていうと、まず催眠の状態になったらは課題を思い浮かべて、お父さんっていうのを課題を思い浮かべて、それに対してのインスピレーションを浮かんできたらですね、目を開けてそのインスピレーションを書きますと。で、筆が止まったら書くのをやめて目をつぶって深呼吸を3回すると。で、この時には意識は呼吸に向けると、お父さんのことを思い浮かべながら深呼吸するんじゃなくて呼吸に意識を向けると。で、また課題を思い浮かべて目を開けてインスピレーションが来る。点が止まったら過去にあって目をつぶって深呼吸を3回すると。で、この深呼吸を3回するっていうのは、この前のところの、深めようと思って深呼吸を3回するっていうのと同じことをこのところで行っているということになります。ですから、自分から深めようと思って深呼吸を3回していればですね、30分でも1時間でもその催眠の状態でもっていろんなことができるというふうな感じになります。なんかこれまでの催眠常識とですね、全然違うと思うんですけど、これが本物の催眠っていう感じになります。